さあ始まりました、漫画愛あふれるコミックシーマープレゼンツの声優漫画バラエティーわちゃわチャンネル。さあ MC の福山潤でございます。そして同じく MC の高橋千明でございます。そして今回のゲストはこちらの方です。はい、井口優香です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあようこそおいでくださいました。お邪魔いたします。いや俺的には井口さん今ホットな方だから。なんで？いやいや結構俺携帯ニュースよく見るから。そしたら井口さんがすごくなんかこう写真集とかの情報とかすげえなんか流れてくるから。ちょっと最近はちょっとなかなか現場でお会いする機会がなくて、その中で結構そのなんかこうニュースとして知っているというところ。千秋と井口さんは私もあんまりこうそうなんです。とても初めましてって言ったんですけど違いますってこう強く言われてしまって、あこれすごいな、先輩の悪いとこじゃん。そうだね。ちなみにどこであった？以前ラジオでやらせていただいていた番組に千秋さんが CD のリリースで来ていただきました。チュパリコという方。そうだよね。今夜はチュパリコ、あれペロペロって意味です。あともう一個言うと、千秋は自分のインパクトと人のインパクトが均等だと思ってないかな。あなたのことは一回見ると大体覚えるんです。本当に？はい、では最初のコーナーはこちら。私とビジネスコンどうですか？どういうことですか？いやいや、ちょっと言ってみたいセリフだよね。ちょっとあなたに言うとシャレにならない。いや俺は結婚してくださいは言いたくないんだけど、ビジネスコンどうですかはちょっとときめくよね。怖い。今ちょっと服が怖いよ。それを申しますのはこの後ご紹介する漫画はお互いに好きになってはいけないビジネス婚が題材なことにちなみまして、もしもビジネスパートナーとして結婚した際、自分にはこういう3大メリットがあるよといったことを挙げていただきまして、アピール&ディスカッションをしていこうというコーナーでございます。なるほど。さあということで、これは台本なんで僕の言葉じゃないですよ。井口さんはビジネス婚した場合のメリット結構自信ありますか？本当に先輩とはいえ無礼な質問。クソ無礼なことを言います。分かってたらもうすでに結婚してると思うんですよ私。なんかこれそういうこと、自分の何かこう私にこういうメリットがありますよって、魅力がありますよってプレゼンできてたらもっと何かあったと思うんです。待って、でもこれからでしょ。あんた何言ってんの私の前で。私アラフォーです。私アラフィフです。いや見えない、そんなもう気ぃ使う。もう忖度ありがとうね。そう言っていただけてね。でもね違うのよ、あんた本当にだから女子はこれからだからさ、かっこいいいいじゃん。ビジネス婚もしてなんか実際の婚もしてコンコンコンみたいな、もう一個のコンコンコン連れちゃうみたいな。いいんじゃないのね。今夜もコンコンコン。いいと思う。さあでね、このフリップあるんですけども、このフリップに書いた3大メリットを一つずつ発表してください。全員これを発表していき、すべての発表を終えてお互いに誰とのビジネス婚ならば需要がありそうかを一人選抜するという。なるほどね。俺はちょっと誤解して書いたかもしれない。何だと思ってたの？いやいやいや勘違いしてた。どういうこと？いやいや普通にメリットを書いたんだよ。俺とビジネス婚したらこういうメリットありますよだけど、ちょっと何ちょっと人にとってメリットじゃない。ちょっとじゃあ取っとこう。順最後。いやそんな面白いことじゃない。間違えてる可能性が。面白そうじゃん。さあということで早速井口さんから、もし自分とビジネス婚したらどんな3大メリットがあるかというアピールをしていただきますということで、ではお願いしますよ。はい。私と結婚したらいいこと、メリットその1、ビジネス婚です。ビジネス婚、じゃじゃん。毎日トレーニング。おおいいじゃんいいじゃん。これ具体的にどんなトレーニング？ですね、私この先日写真集を出させていただいたんですが、そのために3ヶ月で10キロ落としたんですね。おおすごく気合いを入れて、それ以降ちょっともともと運動は好きだったんですけど、運動にさらにはまってしまってほぼ毎日のようにジムに行っているので、もし私とビジネス婚した場合毎日一緒にトレーニングをして健康的になれます。ああいいな。これ日課になったらさ、もう運動が習慣になるからさ、健康維持にはいいもんね。めちゃくちゃいいです。パワーイッツマイライフだよね。なんかそんな感じ。今イッツマイライフ流れてきちゃったよ。お互い健康にですね。いいと思ういいと思う。そして続きましてがこちら。いっぱい食べます。運動したらご飯もいっぱい食べます。白米はいいですからね。炭水化物そこで取るの？そうなんです。よくはないんですけど、でもなんでしょうね、こうダイエットしたいだったらいろいろ考えなきゃなんですけど、健康維持であればある程度の米とかそういう水分とかは必要だと思うので、エネルギーを燃やすためにも必要だからね。そうなんです。なのでまあでもご飯も食べれてトレーニングもできて健康的でも最後は体かな、どうかな、これです。ちょっともう自分に自信がなくていっぱい書きました。美容とかも好きですし、あと井口家で末っ子なので末っ子力も発揮できます。あとは犬がすごい好きですし、犬みたいな性格してます。あと車持ってるので全然お送り迎えとかもします。あとお笑い大好きだし、笑うことも大好きなので笑えって言われたら笑います。あら素敵素敵。なんかこれもうビジネス婚じゃなくて婚活の普通のこの皆さんに対して井口ゆか本気です。誰かちょっとなんかそんな感じだね。もうビジネスじゃない。十分ないいアピールだよ。てかもう本当婚いけるんじゃない？普通の婚、普通婚いけるよ。お願いします。頑張ってください。以上もうその中でご連絡はこちらまで。じゃあまずは千秋お願いします。こちらですね。もう本当に私は60で本当の本婚をするんですけど、かっこいい。まあまずとりあえずビジネスメリットこちらですね。はい。これはねもうね言わずと知れた惨敗惨敗です。ありがたいです。やっぱりですね、パートナーになればすぐ近くでね、なんかこう例えばね、私になるとじゃあ何か祭典だったりいろんなものを見に行くと、おデートしてるぞみたいな、カシャカシャって捉えてもなんか、あどうもって旦那ですって旦那もあご参拝、旦那がご参拝毎日してる写真とかインスタとか上げると、こうねご参拝芸人としてご参拝タレントとしていいかもしれないっていうのがどうするそのビジネス旦那の社会的評価が下がらない。いやこれでビジネスすればいいんだよ。もうね、なんかパイのことについてめちゃくちゃ研究しちゃうとか、そういう変態性を発揮するとか。じゃあ肩書きが参拝者になるわけだ。いいじゃん。パイはカタカナね。パイカタカナ。さあそして続いてじゃじゃんじゃん。はい、とにかく干渉しない。私は普通の結婚だったら干渉しまくるんです。何時何分何秒でもう何分で LINE 書いてこなかったらキーパリンガシャッ。絶対嫌だ。怒っちゃう。ですがビジネスでしょ。だからビジネスだったらいやなんかさ、じゃあテレビに映ってカメラに映ってるじゃあわちゃわチャンネルでじゃあ旦那紹介イエーイベタベタ321アイカット。心がすさむわ。クールである。だからそうそうもうさよならさよなら。もう仕事以外はとにかく干渉しない自信がある。だって興味がないんだもん。ビジネスなんだもん。はい。そしてじゃあ最後いきますよ。じゃんじゃん。コスパがいい。私意外とお金がかからない。自分のことは自分で。私は大金をかけて例えばじゃあねエステサロンとかネイルサロンとか行きますけれども、それ別にあなたに出してとは絶対言わないし、なんならば別にもう1円単位の割り勘。全然大丈夫だから私コスパがいい。あなたのものはあなたがやって、あなたのお金を私は持とうと思いません。さあ残り間違えた10代。何を間違えたのかちょっと見せてもらおうじゃないの。じゃあ間違えてはいないんだけど、ちょっと考えが違ったらまずいきます。私とビジネス婚した場合の最大のメリットまず一つ目。だが干渉しません。ああ同じだな。お前なかなかだな。私一人の時間が絶対必要なので、そうだね。同じ屋根の家に住んでたとしても会いたくない瞬間ってありますよね。会いたくない瞬間ってありますよね。聞いてるよ。本当ですね。そんなビジネスライクに来たいあなたにはぴったりかもしれません。じゃあ続きましてこちら、秘密は守ります。やっぱりね、情が湧いてなんか秘密とかいろいろ共有していくわけじゃないですか。でもビジネスコントで生活を共有していくわけです。ってことはそうやって世には出ないプライベートなとこも知っていくことにはなるでしょう。もしくは聞こえてくるものはあるでしょう。でも安心してください。絶対秘密は守ります。いや逆に見せたくないよ。守られたく秘密を君に握られたくない。違う。これが恋愛本当の結婚で情が湧いていればこういったものが武器になったりだとか弱点になるかもしれない。ビジネスですから。ちゃんと契約の中で守秘義務があります。私ルールは守ります。はい。大人だ。怖い。そして最大限はい自分のことは自分でできます。ああ、それを言っちゃう。同じやん。仮に病気をしたとしても別に看病していただかなくていいです。洗濯も自分でしますし。絶対しないね。洗濯ももう全然。映るから逆にお願いします。あとお悩み相談とかも全くしませんので安心してください。すごい本当にビジネスだ。ビジネスの塊だ。でもそういうことだよね。だから結果的にこういったものが第一に上がらない人が結婚に向いてんじゃないの。ほら、そうだ。でも私は60になったら、ほら本気婚だったら私違うもん。あ、そう。君別に本気でもこれじゃん。俺の理想は週末婚。これだから冷たい男だな。クールだ。はい、ということで全ての発表が終えました。なのでじゃあこの中、じゃあ誰とだったらこの3人の中でどなたとだったらばね、ビジネス婚の需要がありそうか選抜していただきたいと思います。はい、それじゃあせーのでいきますか。でもビジネスですもんね。ビジネス婚ですもんね。ビジネス婚ですよ。私も決まったわ。はい、俺も決まりましたよ。はい。じゃあ行きましょう。せーの。おお、やったー、やったー、相思相愛、やっぱ井口ちゃん分かってるなー。だろ、はい、だろ。なりますなりますなります。お前、なります。ちょっと怖いですやっぱ。やっぱね。ビジネスすぎて。何かね、何かおサイコパスの雰囲気出てるもんね。もうね、ちょっとね。業界屈指の。はい、というわけでございまして、皆さんはどんなビジネス条件が一番合うでしょうか。というわけで、私とビジネス婚どうですかでございました。お待ちかね、漫画朗読のお時間です。改めまして今回朗読する漫画は原作ジャムトゥーンスタジオ、作画キラとルカ先生によるビジネス婚好きになったら離婚しますです。では井口さんから今回のストーリーの見どころをお願いします。俺と結婚しませんか。ビジネスパートナーとして契約の条件はお互いの恋愛感情を持たないこと。恋愛抜きで結婚したいハイスペ社長堂野節香さんにビジネス婚を持ちかけられた不動産営業職のみやび。好きになってもバレてはいけないビジネス婚の行く末はとなっています。そんなこちらの作品、5月23日木曜日より MBS ドラマ「ドラマフィル枠」でドラマ放送中でございます。TVer、MBS 動画イズムでも配信中とのことなので、ぜひこちらもご覧くださいませ。さあということでございまして、人気作品の「ビジネス婚好きになったら離婚します」を朗読させていただきます。朗読しますのは重要顧客のハイスペ社長にビジネス婚を提案されてしまうシーンです。それではお聞きください、どうぞ。何これ。これは一体。実はですね。で、一緒に住もうとした恋人にあっけなく振られたと。もともと今日が恋人との内見予定日でしたので、手違いが起きてしまったようです。申し訳ございません。そのフリーレント契約というのは？ご興味ございますか？もしパートナー様がいらっしゃったら、すみません、プライベートなことを。いえ、今パートナーはいないので。失礼いたしました。佐山さんは？え？次の恋愛はしないんですか？恋愛、そうですね、正直なところもういいかなと。なぜです？嫌になってしまったんです。恋愛でメソメソしている自分が。あ、すみません。あ、いえ。今は仕事が一番だと思ってます。そうですか。すみません、個人的な話をしてしまって。ご案内に戻ります。佐山さん、一人暮らしのご経験は？10年ほど。休日には人を家に呼んだりしますか？それはしないですね。友人とは外でお茶する方が好きなので。男性と暮らした経験は？父と弟がいたので。待って、これ、何の質問？この物件が好きですか？それはもちろん、弊社一押しの。あなたの個人的な意見を聞きたいです。好きです。建物の構造、立地、サービス、すべてにおいて一流で憧れの物件です。こんな家に私も住めたら。なるほど、フリーレント契約があるのもちょうどいい。ん？佐山さん、俺と一緒に暮らしませんか？聞き間違えたかな。堂野瀬様、今なんと？一緒に暮らしませんかと言いました。はい？俺と結婚するのはどうですか、ビジネスパートナーとして。はい、ありがとうございました。さあここでですね、出版社様より作品のおすすめポイントをいただいておりますので紹介させていただきます。作品としての一番の面白ポイントは、好きになったら離婚という明確なルールがある。そして結婚から始まり告白で終わる普通の恋愛と逆というところですといただいておりますよ。いや確かにそうだね。結婚から始まってたから、でも好きになったらねおしまいなわけだから、告ったら関係が終わっちゃうわけでしょ。でもね、そうだよ。このつかさって男はだからそこなんだよ。だって普通の女性だとハイスペックでイケメンだしさ、引く手あまただから女子に飽きちゃうわけ。飽きないようにこうやって言ってんじゃない。思わぬ方向に行っちゃうのがこうドキドキ、こんなはずじゃないのに。どうです、演じてみて。いやもうすごいドキドキしました。なんだかすごい堂野瀬さんかっこいいですし、しかもかっこよかったです。かっこよくやりましたよ。それさ、千秋と一緒にやる時よりかはね、ちゃんと盛りましたよ。なんでよ、いつも盛れよ。盛り盛りで盛り盛りでやってる。でもやっぱりなんでしょうね、それぞれこの司の家庭環境があって、その親父さんのねレールにこうそのまま行くのかっていう思いもありながら、でも例えばなんかこう自分の中でのその恋愛結婚観だとか結婚観だとかってそれぞれによって、まあ世間一般のものと本当に自分が欲してるものって結構しっかり分かってる人って少ないと思うのよ。ね、こういうところで結構そのねお互いビジネスライクとするからこそお互いのいいところがちゃんと見えるとかもあるんじゃないのかね。続きも気になりますね。正直気になってます。そう。俺ちょっとねこの一番好き。ちょっとねほらなんかほらちょっと。俺的に最近どんどんこういうのが楽しくなってきてるから、でもちょっとなんか司気味だもんね。司気味ではない。言ってることがなんかちょっとそう気味な感じがするんだよね。司のモデルではない。司ではない。社長でも CEO 気味ではあるけど。気味ではある。CEO ではないけど気味ではある。気味ではある。当てはまりそうな気が。気味なのよ。はい。というわけでございまして、今回ご紹介した作品に使えるお得なクーポンがございます。YouTube の概要欄もしくはコメント欄をチェック。以上コミックシウマおすすめ漫画朗読のお時間でした。さあ、あっという間にエンディングでございます。今回の動画の感想や MC4 人への質問もコメント欄にて大募集中でございます。ぜひコメント欄に書き込んでください。さあということで井口さん、こちらいつも最後にですね、来ていただいたゲストの方に皆様へのチャンネル登録のお願いを一言お願いしてるんですが、なるほど。今回ですね、まあいろいろお話をさせていただいたんですが、やはり女性版のハイスペック社長としてですね、そんな感じでハイスペ社長な感じで、ぜひとも皆様にチャンネル登録の促しをお願いします。なるほど、わかりました。はい。いいでしょう。みんな見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。合ってる。ちょっと最初の入り口デビ感あったけど。お願いします。はい。ということで次回もね、江口ゆかちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて本日朗読した漫画はコミックシウマで配信中の人気作。続きが気になる方は画面に表示されている漫画読むと書いてある読む B のアイコンをタップ。せーの、みんな見てね。バイバーイ。